こんにちは、プロトタロトです。今日はオメガ0式4層前半のナイトのね、 ST で動くときのメモです。4層に通い始めたんですけど、なかなかこいつは手強いので ST の動きをはこの動画にすべて刻み込んでですね、行こうと思います。かなり攻撃的な装備にしているのと、食事も確認に変えてちょっとね、かなり攻撃を意識したものにしています。で、最初に薬を飲むんですけど、4秒あたりで薬を飲んで2秒でホーリーで開始してます。で、即近づいてファスブレからファイトワフライト、サークル、ライオット、スピリッツウィズイン、ゴアブレードで、ロイヤルコンボを入れたところで V 坂が来るので逃げます。で、この時にスプリントを入れて次に対応しやすいようにしてるんですね。ここでまあホーリーを入れる時もあるし、安全があればその敵に近づいてってやってるんですけど、ここはもうちょっといい形があるかもしれませんね。はい。で、敵のケツに張り付きつつ、レクイエスからのホーリー連打ね、してます。で、ここでブルワーク使っておくことで、ファイガーの時にね、盾が出やすいんで、使います。使っておくんですね。はい。で、もし盾が発動したら、はい。シールドスワイプを入れていきます。ね、ちょっとでも DPS を上げていきましょう、こうやってね。はい。で、全力でコンボを回しつつ、ここはもう全力です。はい。ゴアブレードとロイヤルのコンボをうまい具合にね、入れていって、ここでね、スピリッツウィズインを3回目のスピリッツウィズインを入れれるといい感じですね。入れられなかったらちょっと、失敗かなっていう感じです。で、頭割りを意識しながら90度逃げて、ここで自分にフレアがついてるかどうかを確認して、ついてないときはヒーラーさんにくっつきます。で、ここでディバインベールを使ってですね、敵の出現位置と敵の行動をチェックします。各魔法に対処しつつ、この時に、詩人さんにかばうと鋼の石を入れて飛ばされないようにします。詩人さんはノックバック防ぐ技がないので、ここで使ってるという感じです。で、ここも削るチャンスなので、しっかりとコンボを入れていきます。はい。自分の位置、次ね、ブラックホール逃げる位置を意識しつつ南側に立ってます。ブラックホールの栄翔までにレクイエスを入れつつ逃げて、忠義の盾にスタンスを切り替えます。で、ここでホーリーを打てるときは打ちます。ブラックホールの距離によってはホーリーが打てるんで、ホーリーを打ちます。無理だったら無理せず逃げます。ファイガの着弾を確認したら速攻真ん中行って、まあ、ここで敵のタゲを取りに行きます。ここでスイッチですね。で、一発だけちょっとヘイトコンボ入れてるんですけど、まあ、安定させるために入れてますと。で、ここで、ランパートを使いつつですね、あとはもう普通に削るコンボを入れていくんですけど、その途中でサンダガが来るので、ここでインビンを使います。で、このインビン使ったらまた忠義の剣に切り替えて普通に削っていきます。で、メインタンクさんにシャークで返します。で、このメテオに対してリプライザルも入れてます。敵の背面に移動しつつ全力でまた削っていくと。今ここ削るチャンスなので、しっかりとスキル回しを行っていくと。で、ここに対応しますね。飛ばされて移動していきます。で、自分にフレアがつくかどうかを確認。ついていたら速攻戻ります。この辺慣れたら余裕ですね。はい。で、敵の魔法に対応して行動していきます。で、ここではもう鋼の石とかカバウが回ってきてないんで、もうここは普通にそれは気にせずに削ります。で、この時スプリントを入れつつ削ります。そうすることで飛ばされた後すぐに戻れるので、スプリントしてね、戻っていきます。そしてここはまた削るチャンスの時間なので、しっかりとコンボを回していきます。次のブラックホールが来るので、またこれに合わせてレクイエスを入れて離れていきます。で、ここでまたね、縦に変えるんですよ。縦に変えつつ余裕があればホーリーを移し、なければもう回避だけね、集中しております。で、自分に今回フレアがついたんで、うまく外周に捨てて、そして集合します。で、今回は、
相方のタンクさんが倒れてしまったんで、このホワイトホールに合わせてね、リプライザルを入れてますが、ホワイトホールにはダメージがないので意味がなかったんですけど、この時はなんかね、それで抑えられるんじゃないかっていう思いがあったので使ってますが、使わないでください。で、本来であればこのサンダガのところで私がね、挑発をしてサンダガ2人で受けるという感じですね。メイン、あの連続魔なので2発目を自分が受けるという感じでやっております。で、リプライザルをこのメテオに対して本当は入れなければいけないっていう感じなんですが、まあなんとか今回乗り切ることができて、 DPS さんがしっかりとね、削ってくれたおかげで初めてこの X デスを超えることができました。いや、これ結構嬉しかったなと思います。で、この後イベントシーンになるのですが、まあ見たくない人はここで終了してください。ネタバレになると思いますので。いや、初めてこれを見たのでちょっとね、感動です。FF5 のね、ラスボスと同じ演出ですよね、これ。ちょっとあんまり覚えてないですけどね。吸い込まれていって、ここで。ピシピシと、中から、やつが出てきます。この演出すごいいいですね。こういうところが14すごいよなと思います。さあ、ネオ X デスの登場ですね。はい、いきなりね、これ戦闘が実は始まっているっていうね。これこのまま戦いに行ってで、やっぱり勝つ人は勝つんだろうね。なんかわざと一回ここで全滅するのがセオリーなのかな、ちょっとわかんないんですけど。まあ、というわけで今回は X デスの前半戦をやってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。